こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では秋のトップスはこの4種類だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいと思っています。動画を撮影しているのはですね8月下旬なんですが、まあまだまだ暑いんですよ。それでも皆さんが気になっているのはもう夏服ではなくて新しい秋服だと思うんですね。まあ久々に、まあ1年ぶりに巡ってくる季節なので、まあ秋服ってどんなものがあったかなとか、まあどんなものを買えばいいのかなというところできっと悩まれている方も多いかなと思うので、今回は全身の中でもトップス、特に上半身のアイテムですね、ここに特化しながら皆さんにですね、まあ僕が考える中ではこの4パターンがあればいいというところで絞り込んであります。まあ他にもあるんですけども、大人世代がしっかりと着れるというところを考えると、まあこの4パターンの中からせいぜいですね2個3個ぐらいあれば十分かなと思うので、ぜひですね皆さんの好みに応じて買い揃えていただければなと思っています。まあこんな形でこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね具体的に秋に必要なトップス皆さんにご紹介したいなと思うんですが、まず1点目、これが僕にとっては一番重要度が高いと思っているんですが、今僕が着ているようなこういったシャツですね。まあ夏であれば半袖シャツが主役になってきたかなと思うんですが、これが秋に移行することで通常のロングスリーブのシャツですね、これが一番秋の服としては活躍するんじゃないのかなと思いますね。まあシャツというとやはりビジネスのイメージをですねちょっと連想させるようなアイテムで小綺麗に見えるんですね。それをあえて少し着崩しながら着こなしの中に取り入れてあげるとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあシャツといってもいろんな種類がありまして、まあ大きく分けるとですね襟の形で印象が変わるんですが、まあ僕は個人的にはですねこういったバンドカラーシャツが好きで襟がスッキリしているものを着ることが多いんですが、まあこういったものでトレンド感を出すのもいいですし、いわゆるこうレギュラーカラーと呼ばれるような襟の形としては一般的な一番オーソドックスな形ですね、こういったもので合わせるのも全然問題がないかなと思います。このあたりはお好みですね。バンドカラーの方がよりこうトレンド的になりますし、こういったレギュラーカラーの方がよりベーシックでいろんな方には似合いやすいかなと思うので、このあたりはお好みで選んでいただくのもいいと思います。あとは色柄に関してもですね、僕のようにこうストライプ柄でアクセントを作るのもいいと思いますし、このような今季は結構こうブルー系のシャツなんかは割といろんなブランドで見るんですね。まあ、こちら最近僕が買ったものなんですが、こういったブルー系のもので清涼感を出すのもいいかなと思うので、まあ、お好みで選んでいただきたいなと思います。個人的にはブルーかストライプの2択が使い勝手がいいかなと思うんですが、他にはベージュだとかオリーブだとかアースカラーみたいなものもトレンドになっているので、まあ、ぜひですねシャツ系は皆さんチェックをしていただきたいなと思っています。もちろんユニクロでもすごくいいものがありまして、こちらの画像にあるようなストライプシャツですね、レギュラーカラーがついていてなおかつストライプの幅もちょうどいいというところで使い勝手がいいかなと思います。で、サイズ感に関しては最近のシャツはどれも少しゆったりめになっているんですね。僕が今着ているものは自分のブランドで作っているものなんですが、少しゆとりを持たせてます。身幅もゆったりとしてますし、あとはですね着丈のバランスも結構短めではなくてそこそこ長さがあるものの方が、まあ、体型をうまくカバーすることもできますし、トレンド感というところが漂うので、まあ、ビジネスとシャツとの差別化というところではあんまりタイトすぎないような少しゆったりめのものをですねユニクロもしくはセレクトショップなんかで買ってもらうともう間違いなく使えるかなと思うので、まあ、夏の終わりから着るのであれば僕のようにこう腕まくりをしながら着るというのが鉄板なんですね。まだちょっとボタンをするには暑いなと思うので腕まくりをしてちょっとこの間感じに見せると、あとは白 T を下に着ながらボタンを少し開けてあげる、第一ボタン第二ボタンを開けながら白 T を見せたりだとか、あとはもう前を開けて羽織物感覚で着るのもいいかなと思いますね。こんな感じでさらりと着てあげるのもいいかなと思うので、まあシャツはめちゃくちゃ使えますので、ぜひ皆さん1枚とは言わず2枚ぐらい持っていてもいいのかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のトップスなんですが、僕が今着てるようなこういったカーディガンですね。
これまた秋のトップスとしては欠かせないアイテムかなと思うんですが、今僕はですね、こういった白のプリント T シャツを着ていて、まあこういったものは夏に活躍するアイテムなんですが、その上にちょっと肌寒くなってきたら、カーディガンを着れば着こなし完成ということで、まあめちゃくちゃ便利で頭を使わなくていいコーディネートが完成するので、まあこのようなカーディガンは1枚はあっていいんじゃないのかなと思います。先ほどのシャツというのは結構いろんな方に似合いやすくて、あんまり年齢だとか体型にもですね、左右されずに似合いやすいんですが、まあこのカーディガンにおいては結構ですね、似合う方と似合わない方が分かれるアイテムかなと思うんですね。まあ僕のように割とこう細身から普通体型の方には似合いやすいんですが、ややぽっちゃり体型以上の方はちょっと似合いづらさがあったりするので、そこは注意が必要かなと思います。ただサイズ感さえ注意をすれば意外といろんな方に似合いやすいんですが、カーディガンは結構ピタッとしたようなタイトな感じで着るのではなくて、少しゆとりを持たせた方がキザっぽくなくていやらしさが出ないのでバランスがいいかなと思います。かつてカーディガンというと結構ビタビタに着てた時期があるんですが、僕もそういった感じは最近はやらなくて、少しゆとりを持たせながら大人っぽくあえて着るようにしてるんですね。まあタイトの方がきれいめなんですけども、むしろきれいめすぎてしまうとちょっと今の雰囲気には合わないので、あえてワンサイズ上を選んでみたいだとか、少しゆったりめのトレンド感のあるようなものを選んでもらうとバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。僕が今着てるのは今年の春にですね、グローバルワークで買ったカーディガンなんですが、これもね、最初からちょっとゆったりめなんですけども、あえてワンサイズ上げて僕は買いました。ざっくりめのですね、カーディガンになってまして、薄手のものよりはですね、中肉厚のちょっと手前ぐらいで、まあこれぐらいがですね、結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。あまりに薄すぎるものだと、体のラインを拾ってしまって、ピチピチ感が出やすくなるんですが、特に普通体型からぽっちゃり体型ぐらいの方は、やや厚みがあって、生地の感じがこうざっくりとしてるものの方が、まあ男らしくて似合いやすいんじゃないのかなと思います。その点このカーディガンはすごく使い勝手がいいかなと思います。色はネイビーとかが使いやすいですし、あとはですね、一昨年ぐらいからよく着てるのはこちら、ユナイテッドアローズのカーディガンなんですけども、一応ブラックなんですが、ダークグレーに近いような墨黒で、こういったような色合いもいいと思います。ブラックだとかダークグレーもいいと思いますし、あとはですね、ちょっと、これは夏前に買ったものなんですが、グリーンレベルのこのリネンコンのカーディガンですね。ライトブルーみたいなもので、ちょっとこう、夏の終わりの清涼感を出してあげるのもいいかなと思うので、ベーシックなカーディガンはちょっと飽きたなっていう方は、こういったライトグレーだとか、あとは今季のユニクロのカーディガン、オリーブがいいんですね。ちょっと画像を出したいなと思うんですが、この色味もすごくいいので、ちょっとひねるか、もしくはベーシックにブラック、ネイビー、ダークグレーにするか、このあたりが使いやすいので、まあカーディガンはいずれにしろ1個あると便利なので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のですね、トップスなんですが、僕が今着てるような、このようなニットですね。丸首のニットというところで、これは大人の男性にはもう鉄板で、これから秋、冬、春と3シーズン使えるものなので、ぜひ皆さんもですね、買い揃えていただきたいなと思っています。もう丸首のニット、僕自身もかなりたくさんのものを買ってきたんですが、まあその中にもですね、微妙にトレンド感っていうものが表現されることが多くて、今僕が着てるのはですね、割とこう厚みとしては中肉厚、そんなに厚すぎず、かといって薄すぎない形になっていまして、こういったものだとですね、割と季節としては、秋の中頃ぐらいから真冬まで着れるので結構使い勝手がいいんですね。薄いものに関しては基本的にはですね、主役で着るというよりは重ね着の一部として上にジャケットを着たりだとかそういったスタイルに合うんですが、まあ一枚でも着れてなおかつ重ね着にも使えるというところでは今僕が着てるような中肉厚のニット、このあたりが持っておくと便利かなと思います。その中でも個人的におすすめなのは、ニットも流行ってるんですが、最近スウェットもトレンドになっていまして、この2つのいいとこ取りのような、ニットなんだけども、ちょっとスウェットライクに見えるような、そういったミドルゲージのニットがですね、かなり使い勝手がいいかなと思うんですね。僕が着てるのはグリーンレーベルのニットなんですが、かなり肌触りとしてはニットというよりはですね、スウェットに近いような感覚で、ニットのチクチク感が苦手な僕でもですね、こういったものだと気軽にトライしやすいかなと思います。ですので、ニット嫌いの方もですね、ちょっと最近はスウェットライクなものが出てきているので、ぜひそういったものからトライしてみるのもいいかなと思います。まあカラーに関してはまだですね、夏の終わりから秋にかけてというところなので、あまり濃い色というよりはちょっと明るめのものが使いやすいかなと思ってまして、今僕が着てるのはライトグレーですね。このような明るい色の中では、
ホワイトだとか、オフホワイトだとか、ライトグレーだとか、そういったカラーバリエーションがあるんですが、もう真っ白なパキッとした白というよりは、少しですね、グレーが混じったような色合いの方が、やや今日的かなと思うので、ライトグレーのニットはおすすめできるかなと思っています。他にはですね、ベージュからブラウンにかけての色合いというのも使いやすいので、まあこういったニットですね、これはどこのかな、ビューティー&ユースで購入したものなんですが、こういったベージュ系のコクのあるニットというのも、秋の後半ぐらいから冬にかけてめちゃくちゃ便利かなと思うので、ぜひですね、丸首のニットで中肉厚、そして雰囲気としては、まあ、このようなざっくり系のニットもいいですが、ちょっとスウェットライクなものも今季はいいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。はい、ということでラスト4点目は僕が今着ているようなパーカーですね。これまたですね、久々に引っ張り出してきたわけなんですが、まあ夏から秋にかけて季節が変わり、これから秋から冬に向かっていく時には、一着あると便利なアイテムではあるかなと思うんですね。ただパーカーというのは先ほどのニットに比べると、似合う人と似合わない人が明確に分かれるアイテムで、割と見た目的に若く見える人はパーカーでも似合うんですが、かなり大人っぽい雰囲気の方だとか、もう40代中頃以降の方だとなかなか似合いづらいのがパーカーなので、そういった方の場合はパーカーよりも丸首のニットを優先していただくといいかなと思います。まあ、僕のようにですね、割とこうそんなに大人っぽい顔出しではなかったりだとか、30代から40代前半の方であればパーカー似合うという方も少なくないので、ぜひですね、カジュアルな着こなしの一つとしてパーカーも頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。僕もパーカーは好きでいろいろと持っています。普段から着るんですが、今着てるものはもうかれこれ3、4年経ってるかなと思うんですが、エストネーションで購入した、ダークグレーのですね、パーカーなんですね。パーカーの中でも色がかなり引き締まっているので、そんなに子供っぽく見えないというところ。まあ、ワイドなシルエットではあるんですが、当時にしてはかなり大きいと思ったんですが、今から見るとそんなにこうゆったりすぎないというところも、大人の男性には似合いやすいポイントかなと思います。あまりパーカーをジャストサイズで着るというのも、今っぽくはないので、少しゆとりを持たせたいんですが、ただ思い切って大胆に大きくしすぎても、なかなかこう子供っぽく見えてしまうので適度に程よくゆったりぐらいがいいかなと思います。僕は今着てるぐらいのサイズ感ですね。着丈に関してもそこまで長すぎないようなお尻の半分ぐらいが隠れるぐらいの位置、身幅に関してもゆとりがあるけどもたっぷりとしすぎないぐらいがバランスがいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもパーカーですね、いくつかポイントを絞りながら選んでいただきたいなと思います。去年僕が買って結構活躍したのが、まあ、こちらのビューティー&ユースの、まあ、ベージュからブラウンにかけての色合いのパーカーなんですが、こちらの方がちょっとゆったりめなんですけども、まあせめてこれぐらいまでですかね。ジャストよりちょいゆるサイズぐらいか。まあこれあたりだと肩も落ちていて、まあもう少しゆとりがあるんですが、まあ決して大きすぎないぐらいですね。このあたりのパーカーは一着持っておくと便利かなと思います。まあユニコでもパーカーやってるんですが、まあ結構カジュアルに見えるアイテムこそ、僕は少し投資をした方がバランスがいいかなと思ってるんですね。まあ生地感のグレードを上げたいだとか、細部のデザインのバランスを考えると、まあユニクロもいいんだけども、こういったカジュアルなものこそ、セレクトショップのオリジナルですね。エディフィスのパーカーなんかもいいし、ユナイテッドアローズのオリジナルのパーカーなんかもすごく上品できてるので、まあ大人見えするパーカーというところで、色はダークグレーだとか、ブラックだとか、まあそういった濃いものでまとめてしまうか、もしくはベージュとかブラウン系も意外と大人の男性にも合わないことはないので、まあ試着をしながらですね、雰囲気の合う方はぜひトライをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では秋に活躍するトップスですね、こちらを4パターンご紹介させていただきました。どれも持っておく必要というのはなくて、まあ動画の中でもお伝えした通り、これはこういった方に合いますよというのがですね、アイテムによって分かれるんですね。ですので皆さんの特徴に合ったトップスをですね、この中から2、3パターンぐらいですね買い揃えて、秋の着こなしを存分に楽しんでいただければなと思っています。まあこのような形で秋服のですね特集、これからもやっていきます。アウターですとか、あとはボトムスですとか、まあ、ジャンルごとに区切ってしっかりと皆さんにですね、大人の男性に合うものをご紹介したいなと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っています。こちらのチャンネルではですね、結構メンズファッションの基本についてお伝えしてるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。またなかなかですね、動画をゆっくり
り見る時間がないという方のためにオンラインサロンをですね、主催をしています。そちらではですね、主に写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートを本当にコンパクトに1分ぐらいで読めるような記事でまとめていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。